よしお、よしお、起きなさい。今日は旅立つ日でしょう。はじめまして、僕はよしお。ハジマリーの村に住む15歳だ。突然だが、この世界は今危機に瀕している。魔物たちの長、魔王が世界を侵略しているのだ。魔王の侵略に人々は怯え、ずっと落ち着かない日々を送っている。しかし、僕はこの世界を変えてやる。この村では昔ドラゴンを倒した伝説の勇者が残していった伝説の剣が祀られていて、15歳を超えると剣を抜く儀式に挑戦することができるようになる。今日は僕の15歳の誕生日。必ず僕は伝説の剣を抜いて世界を救うんだ。行ってくる。近くの山の上が儀式の会場だ。もうすぐ見えてくるぞ。はーい、伝説の剣の儀式に参加される方はこちらで手荷物検査をお願いします。こちらでーす。いや、フェスみたいになっとる。お願いします。はい、問題ないでーす。こちら入場券です。いや、だからフェス。まあ参加する人も多いし、お祭りみたいになってるんだろう。気を取り直していこう。僕は絶対伝説の剣を抜くんだ。伝説の剣の儀式こちらでーす。これが伝説の剣。いや、でかくない？ちょっと待って、これ抜くの？これ抜くの？抜くとかそういう次元じゃなくない？おお！いや、ほら、あの人とかもう抱きついてるじゃん。あ、ダイス！選ばれし者抜ける的な、言い伝え的なやつがあるんで。チャレーな、おい。というわけで次の方どうぞ。はい。とりあえず、押してみるか。ポカッ！いや、そういうシステム？なんでそんなパズドラみたいなシステムなの、これ。勇者様だ。勇者様！まあいいか。よし。これで、魔王を倒せる。僕が勇者だ！かくして勇者ヨシオは伝説の剣を手に入れ、魔王を倒すために旅立つのであった。次回、勇者ヨシオ。旅の目的。